TTRPG を提供するブルーホールスタジオは、マイクロソフトがパブリッシャーになることを発表した。これにより、PS4 向けが出られる可能性が浮上している。フリーエは、Xbox One 版について言及し、マイクロソフトがパブリッシャーになること、ゲームプレビュープログラムに参加するとも発表した。ゲームプレビュープログラムとは、PC ゲーマーには、馴染み深い早期アクセスなことを指し、開発中のゲームを購入できる。つまり、Xbox One のユーザーも、製品版を待つことなくプレイできるようになるわけだ。具体的な日時のアナウンスはされてないが、製品版に関しては年内にリリースすると E3 2017で明言されている。さて、 Xbox One ユーザーの筆者は国内でちゃんと展開されるのかと待つ疑いから入るようになっているが、すでに公式ページが存在していた。レーティング審査中で日本でも発売されるよう進められているようだ。早期アクセス中の PC 版には日本語テキストが実装されており、最低限のローカライズも期待できるだろう。ネットの声、マジか、マイクロといい強い IP を取り込むな。俺が書いたのかと思った。抑えるところ抑えてんの MS。 PS4 死亡、調べたらマジだった。マイクロ見たく最適化してるくさいな。箱 X の起爆剤になれば良いが、ゴキブリこれ持ち上げてスプラ叩きまくってたのに。 PUBG なんてなかった、最初から存在しなかったんだ。だからこの話はもう終わり。 PS クソサーバーじゃ無理だったんだな。 Azure じゃねえと無理そうだもんな。ゴキブリあれだけ持ち上げてたのに、わらた、ついに箱を買う時期がやってきたの。 MSKK は力入れて宣伝してほしいね。国内で箱売るチャンスだぞ。マジかよ。 PUBG はワールドワイドでモンハン W の100倍は売れるタイトルだろ。やばいなこれ。そもそも PS4 の性能でまともに動くわけないじゃんな。箱 1X じゃなきゃ無理だよ。箱で売れる気がしない。箱独占だった場合、日本でどのくらい売れるんだろう。1万超えあるかな。これはソニーやっちまったな。XOX と合わせて MS の目玉になるわ。とりあえずスイッチじゃ絶対出ないから、豚は出て行ってどうぞ。日本人って有力ソフトをマイクロソフト独占にされて喜ぶやつが理解できない。マイクソしね。日本茶箱なんか売れるわけねえのにな。夢見すぎ。日本のユーザーはこんなのよりいかやるよ。しかしよりによって PUBG をよそに持ってかれるとか、 SIE パク内大とかだな。ドラクエやモンハンに人咲きすぎてこっちが手薄になっちゃったんかな。これは残念だ。中古で箱買うかな。